はい、VIP です。よろしくお願いします。ということで、皆さん累計終わりました。はい、まあ、また1日前に終わりましたよ。はい、おい、累計終わったぞ誰もいないですけど、はい、まあね、とりあえずパッと引いてまた今回も終わりたいと思います。とりあえず僕の狙いなんですけど、まあ、古田さんですね。古田さんが、2600の極みを持ってますんで、それを継承したいというところが一番なんで、まあ、ほんで最近ね、自チームを巨人に変えまして、まあ、桑田選手、まあ、正直今、OB 引いたとしても、限界トップコーチもね、もう4枚5枚ってすごい貴重なんで、それをね極みにしてまで、なんですかね、今例えば古田選手以外の OB をゲットしたとして、それでなんか極みにするまでもないかなっていうのは正直あるんですけど、まあ、とりあえずサクッと引いていってね、まあ、もしあれやったらリアタイとかね一戦したいなと思ってますんで、まあ、とりあえず引いていきます。ということでお願いします。いきます。さあ誰が来るでしょう。いきます。よし、いや頼む、確定室来てくれ、頼むって確定なんですけどね。はい、さあ誰でしょうか。頼む、フルチン、フルチン、井川圭。はい、ということで、まあ、井川さんでしたけど、まあ、ちょっとね使うかわかんないですけどね、まあ、リアタイでちょっと使ってみたいなっていう部分あるんですけど、まあとりあえず一戦リアタイ行きましょうか。はい、ということでリアルタイム対戦行きましょう。はい、ということでやってきましたリアルタイム対戦ね、OB のガチャを引いた後ですけども、すぐ後ですこれ。はい、一戦やってます。じゃあ行きます。ちょっとね今ねいつもとねやってる体勢が違うんですよ。リアルタイム体勢が違うんです今。リアルタイム対戦だけでリアルタイム体勢が悪いというね。あ、やっちゃったやっちゃったやっちゃった、やばい、全然集中できてない、1戦目やばいです。あ、やばい、マジでやばい。笑い方きも、いやー、やばいやばい、出だし最悪ですね。やっぱなんか初戦ってストレートのタイミングが合わせれないんですよね。なんでやろうな。はい、来ました山田選手、得意な山田、得意やぞ。私の動画見てるんでしたら分かるでしょうな、インコース攻めてくるなこいつっていう。お、ひたすらイン攻めですからね。お、この人振らないですね。ちょっとストレート投げてみましょうか。けどここは詰まってセンター前が多いっす。ほら言った通りですやん言った通りですやん。これなんかちょっと負けそうな予感してます僕。はい、実を言うと昨日はまあ32連勝ぐらいですかねして、お、え、ロッキーやった。まあ続きなんですけど、まあ32連勝ぐらいしてて負けたその次の日なんですよこれ。はい、いつもね最近30連勝とかまでは行くんですけど、30過ぎたら辺でねいつもね負けるんですよね。なんでやろな、記録更新、記録更新ができない、つらいっす、ね、辛いっす、辛いさん、よし、ありっす。うう、いちいちうるさ、うう、おう、おう、リルパンク出ました。あ、よしよし、あくっそ、やばい、なんかほんまにあかんな。よし、落ちた、絶対落ちた。よし、大谷選手走塁レベル4、サードまで行ってもよかった、タイピンチ。はい、え、前来すぎ、前行きすぎでしょ。変えます。いや頼む、マジで頼む、これここで点入れとかないと次の回ホームラン打たれたらもう終わりですからね。ありますから一発は絶対。抜けた、あー、まだつくか、どんだけなんかピンチにタイがつくねん、ほんまに。いやー、うまい、あーもうやば、負けましたねこれ。はい、多分久々になんか
やっぱね、一回負けると連敗するっていうのはありません？ないですか？ないか。ほら、行くでこういうの、行くんやで。気付けや。気付けや。ほら、いや、この人インコースのカットボール振らないですね。多分もう一球投げます。これ無理やったら、お、振った。振るんや。こういうのね、振るっていうのを頭の中に入れるんですよね。このカットも手出してきたら怖いぞ。うわっあざっす、参りましたですって参られた、ありがとうございました。参られた。いやー、やっぱ2連敗ですね、これ。僕2連敗しましたね。はい、サクッと終わりましたね。もう一戦いきます。はい。